こんにちは、梅村です。今日はこちらのマンダラアートですね。このマンダラを描きました。ね、これ一色塗りなんですけど、体験会でね描いた基本的なマンダラ、ここからねちょっとリメイクをしてみました。それではご覧ください。今日は、これね、体験会で、描いた基本的なマンダラですね。そこから、さらにちょっとリメイクをしてみました。で、動画撮ってたんですけど、一時停止を押したまま、完成をしてしまいました。なので、すぐですね、やってしまいましたので、なくなっちゃいました。なので、今日はね、チュートリアルがちょっとないので、説明をね、していこうかなと思います。はい。では、このね、この上下左右、これがね、基本的に描いてたものなんですね。で、その他に、この周りですね、ここを、このようなね、ステンシルを作って、でそして、消していきました。ね、四隅に。そしてその後に、この中にね、ちっちゃいひし形ですね。や、ここですね。ここにも小さいものを消していきました。そして輝きを入れて、周りに丸ですね。ちっちゃな丸を入れて、そして周りを丸で、囲んでというか消して仕上がりになりました。ちょっとね、可愛らしい、女性的な色のね、マンダラさんになりました。はい。では次回は、しっかりとね、レコーディングを確かめてから続きを書いていきたいと思います。はい。今日は、この基本的なマンダラからリメイクしたリメイクマンダラをお届けいたしました。はい。いかがだったでしょうか。とってもね、ちょっと残念でしたね。ごめんなさいね。一生懸命こうね、書いてて、気がついたら、一時停止のままでした。次回からはね、こういうことがないようにしっかりとね、録画を確認してから進めていくようにしますね。でですね、最後になんですが、このね、ヒーリングマンダラですね。これがね、こんなマンダラがね、描けるようになる、ヒーリングマンダラセブンデイズチャレンジ企画というのを、7月の6日からね、12日間の7日間の間でチャレンジ企画を、行っています。このチャレンジ企画、毎日ねライブで講義をするんですけれども、なんと7日間すべて無料で参加していただけます。でね、登録をねしていただいた方だけに非公開のグループでライブ配信というのを行っておりますので、ぜひぜひ、ご興味のある方は登録してみてください。登録はこの動画の下にあります説明欄、ここをクリックしていただくと、URL を、貼っておきますので、ぜひぜひそちらから登録してください。それではお待ちしております。今日も最後までご覧くださいましてありがとうございました。梅村千恵でした。